ライツクライブライツクライブとは、プリンタを使わずに DVD ドライブで、メディアのレーベル面に、文字や画像などを直接書き込む、機能のことである。米ヒューレットパッカード社が開発した。現在は、米ライトスクライブ社が、ライセンス供与や仕様の策定を行っている。メディアの表面に塗布された特殊なインクを、ディスクの書き込みに使用するレーザーを用いて、価格変化を起こし、 文字や画像などの描画を行う。2009年時点では、黒色描画のみだが、多色描画も研究されている。類似の技術であるレイブルフラッシュと、同じく描画にインクを使わず、滲みは少ない。レイブルフラッシュは、描画層がポリカーボネート層で保護された位置にあるが、ライツクライブはディスク表面にあるため、汚れや傷に弱い。またライツクライブは、淡金色の表面に、 黒色で描画するため、レイブルフラッシュよりもコントラストが強く、はっきり描画できる。メディアは DVD-R だけのレイブルフラッシュと異なり、CD-R もある。印字には、対応ドライブメディア書き込みソフトが必要である。対応メディアは、ラベル面の最内周部に、対応ディスクであることを示す情報が埋め込まれている。2013年時点では、対応メディアの入手が困難なため、 海外から個人輸入する必要がある。対するレイブルフラッシュは現在も対応メディアの入手は容易である。ありがとうございます。